中山くん、ヒロくんって呼んでるでしょ。それは何、大丈夫なの、上下関係は。はい、大学はもうヒロくんなんです、全員、同い年もヒロって呼んでますから。逆に俺からしたらレイソルの方が少数っすから、ね、鍋って呼んでる。違和感あったでしょ。違和感あった。大学はもうみんなヒロ君だったんで。そうなんだ。うん、プロ入ったらもうやっぱレイソルは渡辺イコール鍋さんなんで、絶対渡辺は鍋で浸透しちゃったんで、俺も1年目だし、いやヒロ君でなんてヒロでとか言えないんで。飯だけは本当俺気遣ってたんですよね。生活とかは結構だらしないとかめっちゃあったんですけど、飯だけはめっちゃ自炊してて、無駄になんか飯作るのがその時すげえハマってて、で朝とかも7時からなんですけど、普通に6時前ぐらいに起きて飯食ってから行くみたいな。絶対これ男の飯じゃねえじゃんみたいな。ちょっと煮物とか作ってましたね。やばいな。レベル高めだった。結構実家から食材がすげえ送られてきた。作らざるを得ないみたいな、そんな状況にもなったんですけど。